はい、皆さんこんにちは、あっちゃんです。今回はですね、この辺に秋に実る果実をちょっと紹介したいと思います。山歩きながらですね、秋の果実とかも見つけれたらいいなと思います。早速果実ありましたね。挨拶代わりにちょっと取って食べてみましょうか。いただきます。この辺で秋に実がなるムベというアケビに似た仲間があるんで、その果実を取りに来ました。あそこにムベあるんですけどね、高いところなんで取れませんね。押していましたね。これがムベですね。アケビのようにこうパカって割れない、そのまんま割れずに実が売れる果実ですね。これも一応無米ですね。小さいですけどね。この辺で前見たんですけどね、ありました。今がちょうど熟してる感じですね。ちょっと柔らかくなっていい感じです。ムベはアケビと違って少ないですね。あんまりムベが見当たりませんね。あそこに花びらニカ畑らしきものが、ちょっと取りに行きます。あれですね、高枝切りバサミ持ってきてよかった。こういうものも取れてしまいます。取れました。今沢を歩いてたらですね、シソが生えていましたね。あれ、天然のキウイですね。見えにくいかな。結構いっぱいなってますね。多分猿なしだと思いますね。結構でも大きいですね。秘密兵器持ってきたんで、これで撮ってみます。でかいですねこれ。はい、こんな、一回ちょっと割ってみましょうか。キウイですね。まんまキウイですね。ちょっと食べてみます。酸っぱい。果実酒とか作ったらちょうどいいかもわかりませんね。めっちゃいっぱいなってるな。
あの背の高い木の半分よりもまだ上ぐらいまでずっとつるがなってますね。しかも実もなってるみたいですね。これほんまに猿なしなんかなと思って、キウイなんかな。キウイはでも自然にないですからね、多分猿なしで合ってると思いますけど、これでもよう考えたらキウイやと思いますね。猿なしはこんな表面がザラザラしてないと思うんですよ。野生のキウイなんかあんねやな。結構取れましたね。これ葉っぱ付き。今回これ高枝切りバサミかなり活躍しましたね。もともとタラの芽とか取るに買ったんですけど、近くのホームセンターで2000円か3000円ぐらいで買ったものですけど、結構役に立ちます。ここを伸ばしたら3メーターぐらいは伸びると思うんです。やっぱりこれ調べたら普通のキウイですね。誰か種をまいたんかな。鬼マタタビらしいですね。大きいのとちっちゃいの拾ったものですね。こんな感じですね。中は種がいっぱいあって、いただきます。うん、甘い。ヘタをちょっと包丁で飛ばします。ピーラーでこんな風に皮を剥いていきます。あとこのレモンも入れてみたいと思います。はい、全部入りました。次は氷砂糖を入れていきます。もう分量は適当で